さていかがだったでしょうか。いよいよ今週のベスト3です。今週の第3位はニョキニョキ、乃木坂46、気づいたら片思い。今週の第2位はニョキニョキ、世界の終わり、炎と森のカーニバル。そして今週の第1位はニョキニョキ、スマップ、イエス・ウィー・アー、ここからでした。今週の第2位にランクインした世界の終わり、炎と森のカーニバルは、昨年10月に行われたセルフプロデュースの野外ワンマンライブと同名タイトル。このライブの模様を収録した DVD も同時発売されています。それでは3位と2位のミュージックビデオどうぞ。